翼面荷重とは、鳥や航空機などの翼に加えられる単位面積あたりの重量のこと。翼面荷重は、通常、翼1平方メートルあたり、どれだけの重量を支えているかを示し、キログラム、平方メートルで表す。航空機においては、その機体の性能や方向性を表す重要な指数の一つである。なお、この際の重量は一般に、機体の自長ではなく、 運用重量であるが、飛行プロファイルの各点における性能を比較するために、各時点での荷重も用いられる。翼は気流や水流など流体にさらされることで揚力を得る。翼の上下を流れる空気の量が多いほど、より多くの揚力を発生させることができる。すなわち、より強い風に翼をさらすか、翼面積自体を広く確保するかすれば揚力が増し。 より重い負荷を持ち上げることが可能になる。翼面荷重は、その飛行機が自重に対してどれだけ翼面積を確保しているか、という性能指標である。翼面荷重が小さい状態、または、翼面荷重が小さい飛行機を低翼面荷重であると、いい、逆に、翼面荷重が大きいことを高翼面荷重であるという、揚力は、速度の事情に比例する。 そのため比較的高速な航空機は、翼面荷重が大きく、低速の航空機は、翼面荷重が小さい傾向にある。低翼面荷重である飛行機はより低速であっても、大きな揚力を確保できるので、低速での離着陸が可能で離陸滑走路長、着陸滑走路長も短くなるほか、上昇性能も向上する。また、バンク角を大きくして、揚力をより、 行進力へ用いることができるため、低翼面荷重である飛行機は維持旋回率が大きくなり、旋回半径は小さくなる。一方で、翼面積を大きく取ることは、重量増、高速時における空気抵抗増の原因にもなり、欧風の影響を受けやすくなり、低空域での安定性低下につながる。一方、高翼面荷重の航空機は、必要な揚力を確保するためには、 待機速度を上げざるを得ず、そのため離着陸距離が長くなり、旋回時にも速度を下げることができないので旋回半径が大きくなる傾向にあり、運動性にも悪影響を与える。反面、飛行時に風の影響を受けにくく、高速時でも安定した滑らかな飛行が可能となる。また高速を維持したまま旋回することで旋回率は高くなる場合もある。 翼面荷重の値の範囲は、グライダーの 50kg 平方メートル以下から、現代の高速戦闘機の場合の390から 585kg 平方メートル程度までである。なお、翼面荷重の値は、参考指標であっても、性能の絶対基準ではないことは、留意が必要である。揚力は、単純に翼面積と、 待気速度によって決まるものではなく、翼型や迎え角によっても決まる。迎え角を大きくとっても失速しにくい翼型であれば、大きな揚力を発生できる。またより小さな空気抵抗で、大きな揚力を発生させること、つまり上げ効比が高いことも大切な要件である。揚効比を高めるには、翼腹荷重を小さくする設計が求められる。副用機においては上下の翼の干渉によって、 単純に同じ面積の主翼1枚の場合の2倍の揚力を発生できないことも留意が必要である。競技用グライダーでは水バラストを翼内に搭載し、翼面荷重を上げ裁量架空比での巡航速度を上げることが行われる。水バラストは着陸前に放出される1903年のライトフライヤー号の初飛行以来、航空機の速度は大きくなっていき、それに比例して、 翼面荷重は大きくなっていった。しかしながら高速で飛行する航空機であっても離着陸の際には速度を落とす必要があるため、翼面荷重を大きくするにも限界があった。しかし1930年代にフラップが発明されたことにより、高翼面荷重の機体でも低速時の未大揚力を発生させることが可能となったため、低速性能と高速性能の両立が可能になった。 旅客機の DC-2 は当時としては、高翼面荷重の機体であり、時速 300km を超える最高速度を誇ったが、同時に低速性能にも優れており、時速 100km 以下であっても失速しないで飛行可能であった。以降、航空機は高翼面荷重の設計に拍車がかかることとなった。上述の通り、速度性能の向上に伴う高翼面荷重化は、 世界的な傾向であり、第二次世界大戦期も例外ではない。ただし、第二次世界大戦期の日本軍は、戦闘機の開発の際、この翼面荷重を低く抑える、ことを非常に重視している。理由は、おおむね以下のようなものだと考えられる。高翼面荷重機の例、超音速攻撃機、練習機、高速性、安定性を重視し、主翼面積は小さい。 低速性能重視の航空機は低翼面荷重の設計になる。その最たるものはグライダーである。航空機の登場から、しばらく、航空機の速度性能は上昇の一途をたどっており、それにつれて、翼面荷重も高くなっていき、回 -104 戦闘機でそのピークに達した。しかし1950年代から60年代にかけて、速度性能はほぼ頭打ちとなっている。よって、 現代の航空機の設計では、速度性能と、翼面荷重の値に相関関係は見られず、別の理由によって、翼面荷重が決定される傾向にある。回 -104 ミリ以降の戦闘機は、運動性を重視し、翼面荷重を小さく設計する傾向にある。例えば、アメリカ機では、回 -4 戦闘機は、比較的翼面荷重を小さく設計した。これは、 艦上戦闘機としての離着艦性能を重視したためであるが、結果として、その運動性の高さで、ベトナム戦争で活躍した。その次世代機である回マイナス15は、さらに翼面荷重が小さくなった。軍用機、民間機を問わず大型機は、高翼面荷重の設計になる傾向にある。大型機において、翼面荷重を低くするとの方図に、機体規模が大きくなってしまうため、 要求される性能を満たしかつ、機体規模を最小限に抑えるには、高翼面荷重の設計にすることが欠かせない。前述の海 -104 戦闘機は、主翼面積が極めて小さく、高翼面荷重設計の機体の代表格であるが、後述の通り大型ジェット旅客機の翼面荷重は、のきなみ海 -104 よりも高い、A-10 攻撃機のように、 低速性能を重視した機体は、翼面荷重が小さい。また、現代航空機においても、小型プロペラ機、グライダーといった極めて低速の機体は、依然として、翼面荷重は、極めて小さい。ただし戦闘機の設計においては、近年はあまり翼面荷重の値にはこだわらない、傾向がある。かつては、航空機の翼平面型は、直線翼のみであったが、現代では、 交代翼やデルタ翼、可変翼など種類が多くなっている。さらには、ストレーキやカナードといった種々の設計手法が存在することから、単純な翼面荷重の値で、戦闘機の性能比較ができなくなっている。ブレンデッドウィングボディのような胴体と翼を滑らかに繋いだ設計では、どこまでが翼で、どこからが胴体なのか区別ができないため、翼面積、 引いては、翼面荷重の値が、そもそも明確ではない。最近では、CCV 設計や、Z エンジンの水力変更など、揚力を上げるという手段以外での、旋回性能向上手段が存在することから、なおさら翼面荷重が、性能に寄与する割合は低くなっている。各種機体の翼面荷重の代替の値を一覧に、する。ありがとうございます。